利上城は、ハリマ国左右軍平福に存在した、日本の城。国の史跡に指定されている。平福は、朝霧の名所であり、江戸時代初期には、天守がありその姿が霧の上に浮かんだようから、雲突城とも呼ばれた。稲葉街道の宿場町として栄えた平福塾の、北東に位置する利上山山城にある遠隔式の山城である。最高所に、 本丸があり、本丸を中心に南側に、二の丸、さらに南の下った場所に、馬場、北東にからす丸、西に、大阪丸、西側の、ずっと下ったところに、三の丸が廃されていた。2017年10月13日、国の史跡に指定された。南北朝時代の1349年に、赤松市一族の別所厚紙藩によって築城された。 赤松市の居城であった白旗城の北の守りとしての役割を成していた。1441年に起こった家吉の乱によって赤松市と共に別所市も一旦は滅亡した。その後、1466年別所市公営の別所事情が城を奪回した。戦国時代に入り織田信長家臣の橋場秀吉が、 中国攻めに進行すると、時の上主、別所定道は、橋橋に、教順の意を示した。病弱な兄に代わり上主となった、林治は、本家筋に当たる三木上手、別所長春が、小田氏に反旗を翻すとこれに従った。このため、1578年、小田方に属していた光月上主、天子勝久と家臣の三中高生に攻められ、落城した。 同年、光月城が、毛利氏に攻められ落城すると、李上城は、毛利方に属していた、浮田直家の所有となった。浮田氏は、その後、橋橋に従ったため1600年の関ヶ原の戦いまで、浮田氏の所有であった。浮田氏は、西軍主力であったため海役となった。関ヶ原の戦いの後、 ハリマには、池田テルマサが入法し、1601年テルマサは、老いの義行に、平福領2万2000国を分与した。この地に入法した義行は5年の歳月を要して、城を大改修した。三重の天守を構え、クルワをすべて石垣で築き回廊で結んだ。また、三六二城主屋敷、武家町、街道沿いに、町人地を設け城下町を整備した。 城を見たテルマサは、その豪壮さに驚き、江戸幕府の警戒を恐れて、天守の破却を命じたとされる。吉行は1609年に、備前国史末以上の常盤として転出し、この時点で、三重天守など主要建造物は取り壊されていた。1615年、テルマサの六南テル沖が2万5千石を与えられ、平福藩が立藩市上主となった。 1631年テルオキは兄の成功が経死なくして死去したことにより、赤藩を継いだため、平福藩は廃藩となりり上城も廃城となった。以後、この地には旗本、松平氏の所領となり宿場町の一角に大館の陣屋が構えられた。2015年度から石垣の修復や城市の整備などに取りかかる。 石垣の状態が悪く崩落の危険性があるために、無断入場を禁止している。現在では、ガイドツアー道工事の未三の丸までの途上が可能になっている、作用豪雨の復旧と調査で、礎石、掘ったて建物、掘りなどの遺構のほか瓦や、陶磁器などの生活遺品を発見した。 天空の城にも劣らぬ山城観光の起爆剤、北作陽町の李上、利上城利上城と、黒田兵衛第二の天空の城へ、作陽の、利上城跡整備に着手り、上城跡ろ上城、登山ツアー解禁石垣崩落の恐れで、入山禁止だった兵庫県立高古博物館、発掘調査情報、平福御殿屋敷跡、作用陽町で、 平福御殿屋敷屋を確認姫路城の市場一体を知る手がかりに、産経新聞2012年10月12日。ありがとうございます。